オキュラスクエストと ALVR を使って、今日はね、ペイデイ 2VR をやります。MP7 のね、銃を VR で使えるのはこのゲームぐらいしかないかもしれない。このゲーム、銀行強盗する犯罪をね、していくゲームなんだけど、わぁ、MP7 めっちゃかっこいいな。一旦このね、好きな銃を VR の世界で使ってみたいと思って、最近このペイデイ 2VR をね、買ったんだけど、この存在感がすげえな。そんなこんなで、MP7 のね、カスタム込みの銃を作ったんで、銀行強盗の方やっていきますか。で、このね、ミッション一覧から選んでいくわけなんだけど、ハイスト、キャッシュとかやりたいな。このゲーム自体は結構古いゲームなのかな？ 2 年ぐらい前のゲームなんだけど、まあ、買ったの昨日なんで、もう何も進んでないっすね。なんで、ちょっと、難易度的には一番簡単なやつの、銀行強盗ミッションを選んでいきましょう。バンクハイストがね、結構いいんだよな。このキャッシュってやつ。ほう、ドリルで金庫を穴開けて取っていくみたいな、結構単純なミッションなんでね、こいつをプレイしていきましょう。ねえねえ、オキュラスクエストでペイデイツはできないんだけど、ALVR っていうツール使って、パソコンのね、ポートつないで、もうスチームの VR をやってますと。バンクハイスト、中規模銀行で金を奪っていくと。まあ、このマップですね。で、結構ね、賄賂とか使って物とか置けるんだけど、まあ、ノーマルだし、いいかな。結構ゴリ押しでね、いけちゃう感じなんだよね。さあ、このゲームをちょっと VR でやるのは初めてなんで、どんな感じなのかわかんないんだけど。ああ、なるほどね。あ、右スティックは視点移動じゃないのか。おお すげえ、これ。あ、こんな感じなんだ。E さん。クローバー。このゲームのキャラ、あ、今日は曇りか。で、警備員がね、いますね。もうなんか、ちょっと気づいた。で、裏からまず、ドリルを取りに行きましょう。なんか、来たぞ。警備員じゃない、一般市民だな、あいつは。いや、いいね。VR で。いや、結構リアルだな、これ。さあ、掴んで。なんかでした。偵察モード中、不審に思われる行動。このバッグ取ることって不審なの？さあ、このマスクをつけましょう。サバゲーっぽいマスクをつけて。お、出てきた！ MP7 かっこいい！ちょっとこれ、右上に実物と比較画像を出すか。私、VFC のエアガン MP7 持ってるんで、その比較画像をね、出しておきます。で、こうやって覗いて、ああ、いいね、レッドドットサイト。ああ、なんかこの感じが、エアガンと同じ感覚だな。おー、ハイマウントタイプの T1 ドットサイトつけて。で、ハンドガン。おー、ハンドガン二丁拳銃でね。あ、すげえ、VR のハンドガンって、右と左、別々のとこ狙える。すごい、これちょっとパソコンでも二丁拳銃でやったことあるんだけど、一箇所しか狙えないんだよね、もちろん。ああ、いいね、この、ナイフの挙動も自分で。いいな。いや、VR じゃないとね、ナイフキルとか、なんか、ボタンで同じ挙動しか取んないんだけど、さすが、VR ですね。突き刺して、切って、ほら。で、下から切っていく。ナイフもね、ちょっと遊べるね、いろいろとね。ま、やっていきましょう。で、これ掴んで、ポケットみたいなのに入れれるのか。これで背中に担ぐか。OK。で、MP7 に持ち替えて、さあ、裏から侵入していくかな。いやー、結構綺麗だな。ALVR のスチーム版 VR だから、
結構やっぱ、ね、パソコンのスペックを使って動かす VR ということで。おお、びっくりした。警備員。ヘッドショットしたぞ。ちょっと待ってよ。中をまず制圧しよう。ほらお前ら、おとなしくしろ。おお、警備員いた。びっくりした。で、ここに、パックぶん投げて、ドリルをね、設置していくぞ。よし。そしたら、ピーポーが、警察が来るんでね。ちょっと縛っておくか、こいつ。この辺の一般市民倒すとね、お金が取られちゃうんで、証拠隠滅のために費用がかかっちゃうんで、縛っておく。さあ、あ、来ましたね。警察が来たんで、牽制しに行きましょう。どこだ？止まってるはずだ。うわ、この覗いていく感じ。難しい、結構。倒した？おっと、手前。あ、この覗くっていうのが、こんな感じか。危ない、危ない、危ない。よし。まあね、今ドリルでね、穴開けてる間に、弾をゲットしようか。敵倒すと弾を落とすんでね、これを拾わないとすぐ弾切れになってしまう。で、ドリルの様子をね、見に行って。どっから来んのかな？結構ね、警察を倒したら特殊部隊が出てくるんだよ。奥から出てきそうなんで、ちょっとここ見ておこう。いないかな？いないな。あっちは？いないか。いや、ブレる。安定性に欠けるな、VR は。じゃあ、俺が安定しないだけか。いた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 、いた。いや、サブマシンガンだとこの距離きついな。さあ、T1 のドットサイト見て。あ、あっちでもいる。よし、一人やった。一人やった。あ、いっぱい来てる、いっぱい来てる。やばいやばいやばい。ちょっと覗いて。一人やる。もう一人。弾がもうなくなってきたぞ。やばいな。ちょっと待ってよ。おっと、手前。立て、盾持ち。あ、グレネード。グレネード投げて、倒してく。はい。なんか、近距離とか、この、サイト覗かない方が当てやすいな。リロードして、あら、弾ない。拳銃で行こう。拳銃で。ずるい、この打ち方。あ、いいな。よし、覗いて。やばい、なんか VR ならではの戦法で。ほら、ほら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 。意外と当たんないな。ね、リロード。リロードして出ていく。はい、奥。よしよしよし、いいね。すげえ。めっちゃ楽しいんだけど、二丁拳銃。あ、なんかドリル壊れてるよ。ほら。ちょ、やばいやばいやばい。やばい。サムマシンガン。サムマシンガン弾ない？もしかして。でも忙しいぞ。忙しいぞ。違う。スワットその辺にいる。味方使えねえな。君たちもうちょっと緊張感持ってもらいたいね。で、ドリル直して。おぉ、目の前にいる。よっしゃ。やべ。ぶん殴る。よっしゃ。この、銃のね、重傷で殴れるってのがね、いいね。いた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 。うわ、目の前にいた。弾がなくなってきたな。さっそっち行ったよね。これね、意外とね、このサイトを覗きながら移動するのが難しい。ブレるんだよな。こうやって打つか。ほらほら、ちょっと待って。リロード中。中に入って。はい、撃っていく。すげえ、なんか銃だけ部屋の中に入れて、こうやって撃つのが、いいね。はいはいはい。いない。おっと。ちょっと、置いた弾を補充しよう。あ、これ下打ちだ。よし、サブマシンガンに切り替えて。この上乗ろうか。乗って、いた。ちょっと待ってね。
こうやってやるか。ああ、いいなこれ。こういう打ち方なんて言うんだっけ。柵越しにこうやって打ったりできる。左いる？ほら。いいねこれ、カバーアクション。カバーアクションですね。あ、左にもいる。あ、結構当たるんだよな、これ。面白い感じに。面白いぐらい当たるわ。カバーアクションで打って。まあ、これで覗いてね、打つのも楽しいんだけどね。正面、いるか？いない。そろそろドリルが壊れる頃だが、大丈夫か。あ、弾落ちてる。弾拾っておこう。まだあるか。覗いて、おっと、おーおー、いきなり出てきたよ、手前。ほら、さあ、いた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 。いいね、この覗き方。あ、奥行ったな。進んでっか。あれ、いない。お、あ、いたいたいた。うわ、もう一個あるか。もう一個ドリル設置するぞ。さあ、これが開けば金は俺のもんだ。この銀行強盗をしてお金を奪って、それで俺はプレステ5を買う。あ、グレネード、あ、やべえ、グレネード投げちゃった。ちょっとね、操作がね、あんまりよく分かってないんだよな。もう一回このパソコンデスクに乗って、ここ強いんだけど。いないか？いなくなった。あ、左正面。右の方いるかな？あ、ドリル壊れた。ドリルちょっと直す。ふぅ。あー、いいねこれ。直しながら敵を牽制できるってね。これなんか VR じゃなきゃできないでしょ、このアクション。すげえすげえ。あ、面白いな。VR でやると面白いわ。ただね、なんかちょっと疲れてきた。この、立ってやってるわけなんですよ、今。で、なんかね、ボタンをね、なんか親指のところのボタンを押すと、向きとか変えれるんだけど、今自分自身が振り向いたりしてやってます。さあ、奥を覗いて。さあ、グレネード。ぶん投げる。あれ？どうやってやんだ？あ、やばいやばいやばい。跳ね返ってきた。跳ね返ってきた。跳ね返ってきたぞ。よし。ドリル壊れてるんで。ん？どこだ？あ、直しつつ、サブマシンガンで、牽制をしていく。ドットサイト見てる感じがね、エアガンと本当に同じ感じなんだよね。まあ、唯一違うのは、ストックの感触がない。まあ、そりゃそうだよな。オキュラスクエストのコントローラーでやってるんで、ストックの感触なんてあるわけないんだ。安定しないんだよね、ストックがないと。やっぱストックってね、大事だよ。もうスワッと横から打っていく。この縦きつい。縦めんどくさいな。ただ VR だと、至近距離から腕回して、縦の横からね、打ったりできるんだよね。ひどいんだよね。ひどい感じになる。おー、目の前にめっちゃ敵いるじゃん。君たちもうちょっとお仕事してくださいよ。さあ、ドリル開けて、もうちょっとで開くね。ほら。おっと、いっぱい出てくるな。弾なくなったりしないかな。まだ74発あるから。さあ、ハンドガンで行こう。おっと、ちょっと待って、なんだ、弾が出ない。リロード中か。あ、お、いるな。あれ、ちょっとあれ倒すか。よし、倒した。ナイフ。さあ、それに焼いたんで、お金を持っていきましょう。
で、よし、ちょっとこいつらに背負わせて一気に持っていきたい。ほらドラガン、よし、ははは、ハンドガンかっこいい。これグロックだよな。でクローバー、ほら。で、あとは私のお金だ。よし、逃げるぞ、お前ら逃げるぞ。弾あるね、よし、進もう進もう。で、ここから出て走っていく。あ、奥にいるね。こいつやばいやばいやばい、ちょっと待って、リロードしてんのか。ほら、よし、こいつなんでこっち来んだよ。これ横からこうやってね、こんな感じでね、撃てばいいんですよ。あ、どうしよう俺、これもあれだな、放り込んで、そして逃げていく。はい、ということでね、 VR でペイデイ2やって銀行強盗成功しましたね。あ、結構でも疲れるこれ。これ3ゲームやったら結構汗だくになるんじゃないかな。お金ゲットした。いやー面白い。なんかやっぱハンドガンがね、いいね。あの二丁拳銃のハンドガンでそれぞれ違う敵を狙うっていう感じがね、たまんないです。やっぱあの MP7 を VR で撃てたのが感動だね。やっぱお金、現金ボーナス、優勝しました。さあ、そんな感じで、Payday 2VR やってみました。結構ね、2年前のゲームで、古いのでね、値段もお安くなってて、Payday 2を買ってしまえば、VR 版はね、無料で DLC として提供されてるんで、すぐにできます。はい、ということでね、Payday 2VR でした。